ファンの皆さん、みんなお元気ですか？なんか急にこういうかしこまった席で、なんかみんなこういうビデオが送られてきてびっくりしてるんじゃないかと思いますけども、実は、年内で、このスクエアを退団することにしました。まあいろいろ考えた挙句のことなんですけども、まあこれから自分自身何をするかって全くまだ決めてない状態なんですが、まあこの数年、まあ僕の夢だったニューヨークでの生活をまあするために、まあこういうことになってしまったわけですが、本当にこの12年間、まあいろんなことがあって本当に素晴らしい時間を過ごせたと思います。多くの素晴らしいメンバー、スタッフ、そして、君たちファンに囲まれて本当にこうなんともこうなってしまうといろいろ脳裏をよぎるんですが、本当に、みんなには感謝しています。まあ、僕が辞めても、これから先スクエア、来年からも、新しいアルバムを、まあ、制作して、後で紹介しますけれども、新しい、サックスの、素晴らしい、本田君ですね、はい、入ってこれからもスクエアますます頑張ってやっていきますので、スクエア、そして伊藤剛志ともども、これからもよろしくお願いしたいと思っております。なわけで、なわけで、非常に残念なことではありますが、なんて言いますかね、決して喧嘩してこう別れるとか、おめえとはもうできねえっていう感じで別れるわけではないんで、いい意味で発展的な、まあ、対談ということで、皆さんもあんまり否定的にならずにこう、ね、伊藤さんのことも、これからのディスクエアのことも見ててもらいたいと思ってるんですけれども、まあ、一種の細胞分裂だと思って、まあ、今までのディスクエアが2倍楽しめるというふうに、これからの、まあ、僕たちを見ててほしいと思います。それでですね照れるなで、まあ、伊藤さんがニューヨークに行きたいって話は急に決まった話でもなくて、実はそれこそ5年前6年前ぐらいから伊藤さんはニューヨークの方で、まあ、勉強も含めて住んでみたいっていう話はあるにはありまして、他のメンバーはどうかわかんないんですけども、僕自身は非常にそういうことをなんて言うんですか、まあ、それぞれ個人の考えだし決して僕が引き止めることでもないと思ってましたので、今回の伊藤さんの話があった時も、まあ、引き止めることもなく、アマチュア時代から含めますと14年ぐらい一緒にやってますから、すごい残念ではあるんですけども、これはしょうがないことだと思って一瞬諦めていました。しょうがねえなということです。じゃあストークを何か一言ファンなんです。あ、とりあえず僕が入って4年ですけど、本当にお世話になった伊藤さんには講師を含めてですね、お世話になったような覚えがあるので、何かといろいろご迷惑をおかけしました。でも、まあ、伊藤さんもこれからソロになって頑張りますし、僕らも、まあ、僕なんか一番スクエアの中で若そうで、甘えられるお兄ちゃんが一人いなくなるので非常に寂しいことがあるんですけど、その分しっかりやるつもりでいますので、伊藤剛志、キースクエア、こちらも皆さんよろしくお願いしますということで、本当に伊藤さんお疲れ様でした。
ですね。もうかれこれ、松尾さんとは5年間やってきたわけですが、本当にいろんなことがそのツアーの途中で、いろいろあれなんですけど、いろいろ本当今思い返してみると本当に楽しい思い出がいっぱいありまして、とりあえずこういうことなんですが、お互いいつも前向きで、やっていこうということなんで、非常にたどたどしい言葉で、申し訳ないんですけれども、僕らも、伊藤さんに負けないように頑張っていきたいと思いますので、応援していただきたいと思います。僕の番ですか。なんかしんみりしてしまいましたね。私が入ってから8年間、お父さんに生意気なことばっかり言ったり、喧嘩もしたし、でも美味しいものもごちそうになったし、洋服屋さんを紹介してもらったり、忘れもしない82年の3月僕がオーディションで、中目黒の、ね、スタジオで初めて会った伊藤さんは本当にすがすがしくて、なんてかっこいい人なんだろうって思ったあの日のことが、昨日のように走馬灯のようにこの8年間が思い起こされるわけですけど、締めといたしましてですね、集約した2点皆様にお願いしたいと思います。伊藤たけしのいないスクエアなんかもう知らないって言ってるあなたも、スクエアを離れた伊藤たけしなんかもう知らないって言ってるあなたも、さっきも安藤さんも言いましたけど、これからは楽しみが2倍に増えたと思って、我々をもうずっと応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、さすがにいつもうまい。遅いから、昨日寝ないで考えたの。さてさて、でまあ本当にまあ決してこの喧嘩別れとかそういうんじゃないんですが、本当にファンの君たちにはすごいなんかこう申し訳ないなっていう気持ちもすごくあるんですけども、本当に、これがその本当にプラスの方向にね向かうっていう、そういう意識の上でのこういう、決断なんで、ぜひみんなにも、理解してもらいたいと思います。本当にスクエアのメンバーがまた一人増えたっていうふうに考えると、ね、これから先本当にまた、楽しみがあるんじゃないかと思います。ということで、その来年から、新しいメンバーとしてスクエアに加わってくれるサックスプレーヤーを紹介したいと思います。本田雅人君です。どうぞ。というわけで、これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあなんか、こういう席で何なんですけど、ファンの人に。本当にこういう機会は本当に初めてで、僕今、ああいうカメラに向かって喋るの初めてですごく緊張してるんですけども、本当、僕が12年間っていうと、本当に、僕は高校の1年生ぐらいにもうやってたんですよね。もうフュージョン系のバンドっていうのは初めて聞いたのは、本当スクエアとかサダヲさんとかの時代とか、その頃から本当に長いことやってて、なんか逆に僕の方からするとなんか、せっかくこんな長いことやってるバンドってめったにないんだから、なんかやればいいじゃんっていう気もするんですけど。でもまあいい意味で本当に細胞分裂ってあのさんが言ってたように、本当2倍楽しめるっていう意味でなんか対談らしいんで、と僕はスクエアの方に入って、
とりあえず12年間の分頑張れるかどうかわかんないですけども、とりあえずその分をうまく引き継ぎつつ、自分の新しい部分を出しながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本田君とはですね、1990年の春と夏です。2回、スクエアプラス、プラスセクションの時に一緒にやって、それで伊藤さんが抜けるって決まった時に、じゃあ誰に頼もうかって言ってた時に、本田君の名前が分かりまして、でみんな、本田君のことすごく気に入ってたんで、すぐ意見は一致したんですが、果たして本田君がこういうグループをやる人なのかどうかってまずあったので、とりあえず聞くだけ聞いてみようっていう話で聞いたらなんかやってくれるっていうことで、彼は本当とりあえずうまいです。めちゃくちゃうまいんで、僕らもちょっと頑張んないとまずいなと思ってるぐらいうまいんですけども、でまあ、こういう本田君を加えて、今までの伊藤さんがいた T スクエアとは随分変わると思いますが、新しい面を出しつつ頑張っていきたいと思いますので、これからも T スクエアをよろしくお願いします。で伊藤さんはニューヨークに住んでるんですよね。一応本当に僕もスクエアにこういうね素晴らしいメンバーが加わってくれて、もう本当に安心してるんですけど、そういう意味では本当に安心してこれから自分の活動のこともなんかじっくり考え立てるようになったっていう、今ちょうどそういう瞬間なんで、全くさあこれから何しようかななんて考えてるところなんですけど、本当にその別にニューヨークに行くのがその大きな目的っていうわけではないんですけども、20世紀の文化の中心とでも言いましょうか、今のニューヨークっていうのは、やはりそういうところに自分の身を置いてみたいっていうその欲求がやっぱりこの数年すごい高まってきました。ニューヨークにベースを構えて、いろいろもう一度自分の音楽やら何やらを見つめ直して、近いうちに新しい何かプロジェクトを作ってみんなの前にまた顔を出したいと思いますけど、僕の場合これが半年後になるか1年後になるか2年後になるか、さっぱり僕の方も全然見当がつかないっていうか、大体性格がそういう性格なんで、あんまりそういうふうにこうきちっとこう計画性 を持ってこれまで36年間生きたことが全くないという。だからこれから先もどうなるか分かんないんですけども、どっか運だけが強いみたいなんで、なんとかこれから行くんじゃないかと、それでまた何か面白いことを見つけたら、どっか発表の機会を持って、やりたいと思いますから、ぜひその時は見に来てもらいたいと思います。ということでございまして、伊藤さんのフェアウェル、そして本田君のウェルカム、T スクエアフェアウェル&ウェルカムライブが来年行われます。神戸チキンジョージが2月の21日から 3days、 そして六本木ピットインが2月25日から 3days で行われます。皆さんぜひこの記念すべきライブをお見逃しなく。そして、全く予定の立たない伊藤武なんですけど予定がありました実は密かにやってることがありまして、ニューヨークに行く前にね、ちょっと何て言うんですか、自分のソロのこういう場合は何なんでしょう、初のライブっていうわけじゃないですけどね、以前にもちょっとやったことありますけども、3月にやっぱり六本木のピットインと、神戸のチキンジョージ、
確かチキンジョージが3月の21と22ですか、それと、六本木のピットインが3月の24と25、この4日間、ちょっとしたステージをお送りしたいと思ってます。お楽しみ。いや本当になんか迷惑、本当に大きな迷惑だと思うんですけど、こうなんというか分かってもらいたいなって本当に心から思ってます。これまで本当にみんなに支えられて、もうスクエアの中でいろんなことを考えていろんなことをやってきた、でこれから先一人になると本当にそういう意味では不安なんですけども、本当みんなに感謝してます。で、これから、まあ、そういう意味では独り立ちして、頑張っていきますので、ぜひこれからも応援してほしいと思うんですけども、まあ本当にこうね、やっぱり12年間っていうのはすごい大きくてですね、いろいろこうなんかそれこそ整理しなきゃいけないことを整理していくときに、なんかこの12年間ってやっぱり大きかったんだなってこう改めて自分で驚いてまして、するとその分やっぱりすごいみんなに迷惑をかけてるなっていう、もうこれは本当に申し訳ない、悪いけどもちょっと頼むっていう感じなんですが、まあね、本田君がもう本当に素晴らしい、彼がスクエアに公認で入ってくれるっていうことが決定して、本当にそういう意味ではもう一つこうほっと胸をなで下ろして、なんかすごい僕としてはこうそれだけでもなんか一つ救いなんですけども、まあ僕のいた時のスクエアとはまたね随分当然サウンドは変わっていると思うんですが、僕もとっても楽しみなこれからのスクエアなんで、ね、なんか嫌だな外から見られて、うん、今日実はこういうリハーサルスタジオにこうちょっとポツンとこう来たんですけどね、こうやっぱり変ですよね、楽器を持たずにこうなんていうの、第三者でいるっていうのはなんか妙な感じがしてましたけども、でもね、僕もそれ一回やってみたいなと思って、これからスクエアのコンサートを客席で見れるっていうこの楽しみが、絶対それはやめてほしい絶対後で一列目の真ん中ってやめてくれ、もう僕のこれからの指定席ですから、あそこ集まっちゃってるすぐ呼び込んじゃうでもすでに本田君が、うん、ニューアルバムの多分曲をいっぱい書いてきて、でこう今までほら大体僕と泉君が書いてて、伊藤さんがちょっと書いてるみたいな感じだったから、すごい本田君の曲が新鮮で、ああいいね、だからなんか新しいディスクやってきそうな気がしますけど、それじゃあこれからの T スクエアを、これからも伊藤たけしをよろしくお願いします